アッドゥ干渉とガンシマガンシマはモルディブ、アッドゥ干渉に存在するモルディブ最南端の島。モルディブでは比較的大きい部類の島である。透明のガンはサンスクリット語で村を意味するグラマに由来する。ガンシマは干渉で2番目に大きい島で面積は2.2561平方キロメートル。ガンシマには戦死時代から人が居住してたがイギリス海軍と 空軍基地が建設された後、その住民の多くは近隣の島々に移住をさせられた。この島ではやむマニオックやココナッツの農場がかつて存在していたが、空港建設の際にその多くが撤去された。現在は観光客向けのホテルを提供しており、隣接するフェイド島、マダド島、ヒタド島と陸続きになっている。モルディブには岩島と呼ばれる島が他に フバド干渉、ラーム干渉にも存在する。1922年に考古学者の H.C.P. ベルはこの島を訪れ、そこで古代の仏教遺跡を調査した。これらの遺跡にはビハラと呼ばれる寺院や非常に荒廃した仏塔跡が含まれている。岩頭の遺跡はモルディブ最南端にある仏教遺跡であったが、それらの遺跡は 空港建設の際に完全に破壊されてしまった。第二次世界大戦中の1941年、イギリス海軍はモルディブの岩島にポート T と呼ばれる海軍基地を建設した。イギリス海軍は戦略的に有利な場所にある安全で深さのある停泊地を必要としており、アッド干渉はその条件に適していたのである。1941年8月、 艦隊航空隊が使用する空港建設のために技術者たちが到着。それまでの間、カタリナ、サンダーランドなどの飛行艇は、比較的静かな岩島北部の桟橋から発着していた。アッド干渉の主要な六島には、砲兵隊と降射部隊からなるイギリス海兵隊第一沿岸防衛連隊の駐屯地が配置された。防御を容易にするために、岩島、 アイフック島、マラデュー島、ヒタズ島を結ぶ土手道が建設され、対戦後期には軽便鉄道で結ばれた。ただし、アッド干渉は高温多湿の気候、娯楽施設や地元住民との交流が不足していたため、軍人からは人気がなかった。1957年、海軍基地はイギリス空軍に移管され、岩空軍基地として使用された。冷戦期、この基地は、 イギリス空軍の全哨基地として使用され、イギリス軍が撤退する1976年まで断続的な稼働を続けた。イギリス軍基地で働いた経験のあるほとんどの従業員は流暢な英語を話すことができたので、元島の基地が閉鎖された時彼らは新興の観光産業に注目した。結果としてアッド干渉の人々の多くが、 リゾート地での雇用と子供のための教育機会を求めて、マレーへ移住した。イギリス軍の撤退後、かつての滑走路は放置され何十年もの間ほとんど使用されていなかったが、近年再開発が行われ、韓国際空港として使用されている。ありがとうございます。